2017明治安田生命 J2 リーグ第33節 FC 町田ゼルビア対モンテリオ山形、4人の審判団を先頭に両チームの選手が今入場してまいりました。どうしました？ちょっと足を取られたか中島。15番の井上です。縦に送ったボール、エリアの中、シュートはわずかに光った。非常にいいプレーを見せました23番の豊島明です。さあ井上雄大、どこを狙ってくるか。右足、どうだ、わずかに左か。ゴールの枠内に入ってると思うんですよね。おギリギリでした。左に流れて一旦下げていきます。ここに佐藤、奪った町田、中島へのボール、これはシュートに行けるか。中央に坂本、左足、高原が横飛び、これはシュートを放った坂野もいいプレーでしたが、ゴールキーパーの高原です。徹底してますね、やはり前へという。あ、これはいいボールになった佐藤。さあそのままエリアに入ってシュートまで持ち込めるか。横パス、ダイレクトのシュート。今一回ね、はい、やっぱり町田のディフェンスラインを下げさせて、これ佐藤ですかね、はい、やっぱりここからのスルーパスからねディフェンスライン下げたんですけど、中盤がやっぱり追いついてこれてなかったんですよね、町田のね。J2 やっぱりよく知ってますよね、はい、本当そうですよね、はい、経験も監督の経験も長いですし、はい、さあここはシュートを追っていく、ファーサイドを狙ったシュート、8番は矢沢です。ご覧のように試合前から雨が降りしきっています。東京都町田市、62分、ニラトが蹴ったボールはニアサイド、いいボールだー。今町田の選手はニアにね、はい、6人が集まっていまして、ボールはそこに入ってきました、はい、いいボールでした。これファースト入ってからのファーストタッチですよね、はい、でも非常にいいボール蹴りましたよね。狭いところつなごうというところ、本田早いですね。いや町田の選手は戦ってます、うん、そして佐藤ワンタッチで絶妙なボールだ。さあこれはチャンスになる、9番のセルマ、セルマ股抜き、セルマが折り返した、シュートまでいけるか、シュートは佐藤だ、よくしのいだ FC 町田ゼルビア、フィニッシュは佐藤雄平。いや町田よく守りました。いや佐藤からねビッグチャンス作って、ここはセルマもね股抜きをして、2ゴールを挙げたのが中島、そしてもう1点もアシストしたのが中島。さあ町田のフリーキックです。ゴールボール。これも際どい、最後は誰だったか、高く上げてくるのかなと思いきや、はい、低いボールでしたね。そうですね、あえて低いボールだったと思うんですけどね。また佐藤のところに入ります。佐藤ノーファールで奪った、井上、井上から中島、中島、鈴木、こぼれたところに井上だ。井上の右足枠は捉えていましたが、ゴールキーパーの児玉弾き出していきます。いや、やっぱ持ってますね、井上ね、中距離のねシュート。遠藤、で、鈴木がトップしたような感じなんでしょうかね。あ、これは山手チャンスになるぞ、どこに出すか、右に展開する、右45度シュートも高原よく止めた。このキックはちょっと注目されますよ。さあどうだ、いや、いいボールが入ってきた。さあセカンドボール、シュート、守ったモンテリオ山形、今
今枠に行ってましたよね。行ってますね、でディフェンダーがブロックしたんですよね、はい、多分そうだと思います。リプレイです。山田ですか ね、 最後ね。さあアディショナルタイム3分台に入ろうとしています。いいボールを蹴ります。平戸今度はどうだ。同じようなボール、おーっとパンチングできない。そしてシュートが打ってしまった。ちょっと今児玉パンチングが滑りましたかね。最後シュートは17番の遠藤純喜。さあ4分経過です。0対0。ここでタイムアップ。 J2 リーグ第33節雨の野津田決戦はスコアレスドロー。